こんにちは、猫谷です。ご視聴ありがとうございます。今日はアロマティカスの冬越しについてお話ししたいと思います。今日は10月の23日の土曜日ですね。はい。で、熊本に住んでるんですけど、熊本はですね、秋がないとよく言われます。この間まですごい暑くて、もうクーラー入れてたのに、もう今ですね、すごく寒くてですね、今慌てて冬支度、エアコンのフィルター掃除したりとか、してるところです。はい。で、アロマティカスはですね、今年なぜかすごく流行ったんですけど、私はまだ2年目なんですけど、去年の冬を越してるので、少しでも参考になればなと思ってお話ししたいと思います。はい。それとですね、ご質問をいただいたので、こんな未熟な私に質問してくださって、とっても嬉しいです。はい。なのでですね、微力ながら全力でお答えしたいなと思っています。はい。で、アロマティカスはですね、冬の寒さには弱いので、室内の日が当たる場所、窓辺とかですね。で、窓辺はですね、ガラス窓、あんまり窓際だと夜とかですね、窓のそばもすごく冷えるんですね。なので、窓からちょっと離したところに夜は移動するか、もともとそこに置くといいと思います。で、最後にうちの置き場所をですね、お見せしたいと思うんですけど、はい、そんな感じで冬は室内の暖かい、でもクーラーっていうか暖房の当たるところとかじゃないところがいいですね。なので、うちは縁側のちょっと窓から離したところに置いてます。はい。で、冬はそんな感じですね。なので、冬は水やりも控えめですね。もう1ヶ月に1回ぐらいでいいかなって、私はそんな感じで、やってます。はい。で、ご質問なんですけど、10月のもう下旬ですよね。でもまだ増やせますかっていうご質問をいただいたんですね。ありがとうございます。はい。で、私もやったことはないんですけど、基本的にですね、増やす作業は、春から夏が成長期なので、その成長期に増やした方がおすすめ、ベストですね。なので、おすすめはしないんですけど、やっぱりアロマティカスですね、やっと最近秋になってやっと手に入れたので、冬やっぱ保険、保険株が欲しいって思われたり、一株しかないから、やっぱり一株で冬を越すのは不安って、思われる方もいらっしゃると思うので、私もですね、一緒にちょっとやってみようと思います。できるかどうかですね。なのでですね、あんまり小さいならもう触らない方がいいと思います。これくらい育ってて、なんていうかな、ちょっと切っても大丈夫というか、背が伸びてない、苗の場合は触らない方が、枯れることってね、めったにないので、触らない方がいいんじゃないかなと思います。でも、どうしても増やしたいという方のためにというかですね、私も一緒にやってみようと思いますので、はい。ですね、多分私、ちょっとあんまり目がよく見えないんですけど、ここら辺になんか目が出て、さっき触った時もあったけど、目が出てるんじゃないかな。切る時はですね、こういう、ここ目じゃないかなって思うんですけど、どうかな。こういうところの上で切ると、ここから目がね、出てるので、安心ですね。で、あんまりこう下の方から、冬はですね、夏はある程度下の葉っぱね、この辺から切っても大丈夫と思うんですけど、これから冬になるので、あんまり下の方から切らない方がいいかなと思います。ときますね。あと紅葉したちょっと多肉も持ってきているので、後で、説明しますね。ここなんか、これ目だと思うんですよね。映ってるかな。この目が出てるなら、この目の上で切ると、いいかなと思います。ちょっと一個切りますね。で、増やし方は、大丈夫かな。切ってちょっとこの辺切った方がいいかな。刺しやすいですね。あ、ここにも目があるんじゃないかな、これね。でも、基本的にです。あ、ここ目じゃないかな。ここ切っちゃいけなかったかな。まあいいや、大丈夫かな。ちょっとこれ残しとこうかな。で、鉢で、私、目があんまりよく見えないので、あえてですね、鉢を変えて、これが今年、今秋に刺した鉢だよっていうようにですね、違う鉢にします。
で、軽石をちょっと置いて多肉植物用の土じゃない、ちょっとふわふわしてる方がいいかなと思って、うん、観葉植物の土にこれは赤玉土を混ぜてあるのかな、に刺します。でここに刺さんないなの刺します。もうちょっと葉っぱ取った方がいいかもしれない、こんな感じで刺しとくと、後でやり直すかもしれないんですけど、刺しとくと3つぐらいしようかなと思います。刺し木するときはですね、1個がダメでも、どれかがつくようにですね、3本ぐらい私はします、でもまあ夏だったらね絶対つくんですけどね、ちょっとまた後でゆっくりしますね。こんな感じで3本ぐらいしようと思います。なのでこの鉢を覚えててくださいね。どうかな。でまあもうね夜とか結構寒いので、この子だけでも取り込んだ方がいいかなと思うんですけど、あちなみにですね、ちょっとこんな風になった、この前いつ取ったのかな、アロマティカスの刺し目から4ヶ月の時に、あちょっと室内で育ってて徒長しちゃったやつを切ったんですね。でそれをですね、水も何も入れずに置いてたのがこれです。でもう1ヶ月、5月にして4ヶ月、9月だから9月に撮影したのかな、で1ヶ月経ちますよね、1ヶ月以上経ってるんですけど、水も何も入れずにこの、花瓶というかですね、これにガラスのなんかに置いてただけなんですよ。でこの今ダイニングテーブルになんとなく置いて忘れてたアロマティカス、1ヶ月以上経つんですけど、こんな感じで、まだまだ元気ですね、こんな感じで多肉植物はですね、カットしても、全然こう水もあげてないし、全然1ヶ月以上ほったらかし、写ってるかな、してたのにこんな感じに元気にしてます。これも刺そうかな、これを刺せばいいのか、これちょっと刺そうかなと思います、ね、で根っこがつくかどうかはちょっとですね、多分ね大丈夫と思うんですけど、一緒に、やってみようかなと思います。はい、おすすめは春ですね。はい、ということでこんな感じで私なりにちょっとちゃんとね答えれる自信はないんですけど、私も分かんないことは一緒にやってみようかなって、思います。はい、これからもですね、コメントが一番嬉しいので、何でもお気軽にコメントをお待ちしています。はい、で右側がですね、赤くなってる多肉、これはですねデザートローズ、あまた今度ゆっくりデザートローズの紹介動画撮ろうかな。私の一押し多肉ですね、カランコエなんですけど、すごく真っ赤になって、今日が10月23日かな、いち早くですねうちでは紅葉してくれます。ちょっと見せようかな。でここルビーネックレスを、これねルビーネックレスがちょっと育ちすぎて、ルビーネックレス植えなかったらもっとねデザートローズが大きくなってくれたんじゃないかなと思うんですけど、また別に動画撮ろうと思います、ついつい。でこれが親株と、これが火祭りですね、うちの紅葉してきた多肉たちって感じで、火祭りもすごい真っ赤になります。はい、はい、では、うちの冬の置き場所をこれからご紹介しようと思います。ビデオの録画を停止。はい、ということで我が家の冬の置き場所なんですけど、今これ、3段のなんか棚にの一番上に置いてるんですけど、ちょっと撮影するもっと早く撮影すればよかった、日がですね、太陽の向きが変わってきて、ちょっと今日が当たってないんですけど、窓がですね、ちなみに窓がこっちですね、縁側です、窓がこっちにあって、で、どうかな、1メートル、以上離れてるかなのとこに棚を置いて、こういう風に多肉を置いてます。なので、冬はですね太陽の高さが低いので、ここまで日が全然入るんですね、なのでしっかり日が当たります。で窓からも離してあるので、寒さにも夜、そんなに、当たらない感じ、なのでここで、私多肉を始めて3年目なんですけど、冬はここでいつも冬越しをしてます。で多肉の量もちょっと増えてきたのでですね、
3段で足りないし、いろんな、まあ、2階とかにも置いてます、うん、そんな感じでやってます。はい、で太陽がですね、映るかな、今こんな感じでですね、映ってるかな、太陽がもうちょっと向きが変わって今向こうの方に、うん、行ってるんですけど、さっきまではここも日が当たってました、うん、そんな感じです。はい、ということで今日はアロマティカスの冬越しについてお話ししました。これ根っこつくといいですね。はい、では最後までご視聴していただきありがとうございます。皆さんの今日が愉快な一日でありますように。高評価やチャンネル登録ありがとうございます。バイバイ。ビデオの録画を停止ボタン。